話が飛んじゃうんだけど、実はね、シュトックハウゼンが、はい、僕はシュトックハウゼンは割と若い頃から仲が良かったんで、随分お付き合いがあったんですけども、彼が70年代だったかな、日本へ来て、はい、国立劇場でガーゴ、ガーゴ、それでね、これは実はかなり批判されたんですよ、それはもちろん、だって西洋人が初めて書いたような科学ですから、当然日本の、ね、古典的な科学とはだいぶ違うし、だけど実に見事にできてた曲なんですね、で私はもう逆にとても感心したし、それからその後のね、何十年かのスコアゼンがやってきたことを見てると、彼のその作曲の仕方っていうのは、もう非常にそういう意味では緻密で、隙がないというか、音楽だったんで、それで最も最近に亡くなった、そういうタイプの作曲家の一人だということで、この夏のフェスティバルにはプログラムに入れたんですけど、これもね、楽譜見ると驚くべきほど緻密に書かれてるんですよ。多分松平さんが何かお話になってくださると思いますけどね、ただここでちょっと一つ、彼が日本に来た時に、彼はその前にね、それこそ70年の万博で、さっきおっしゃったように、一月ぐらい、ライブパフォーマンスを、ドイツ館の中でやってたんですね、でね、その後だったもんだから余計そう思ったのかもしれないけども、彼が言った言葉、で、こちらにとっては非常に胸に突き刺さるという言葉で、今日はちょっと2つちょっとそういう言葉をね、この対談で紹介しようと思ってそうですか、言葉そのものは非常に単純で短いんでどうってことないんですけどね、ただね、言ってることはものすごく音楽の本質をついてるんですよ、でそれ何かって言ったら、彼何つったと思いますか、雅楽を書いた書くのに全部苦労したとは思うんですけど、その後だったせいかもしれないんだけども、その日本人はね、今の日本人ということは、その70年代ですよね、1970年代の日本人っていうのはどうして昔ね、素晴らしい日本人が、立派な日本人が、その芸術的なことをやるにしてもね、お茶にしても、お花にせよ、お能にせよですね、ああいうものが全部こう全部クリエーションされてきたわけですから、でそれが今も残ってるわけですからね、素晴らしい立派な日本人がいたのに、ねっと言ったんですよ、つまり本当はね、それに比べたら最近の日本人は誰だと言おうと思ったんじゃないかと思うんだけど、そこまでは言わないで昔は素晴らしいのがいたのにねって言ったんでね、全くその通りだと。でしょうがないから、こちらもね、シュトックハウゼンに、仲良かったもんだから、そういえばヨーロッパだって同じでね、戦争ばっかりやってるしね、ヨーロッパの人も昔は素晴らしい人がいた、で今いないとは言わないけども、随分そのやっぱり人間性も変わってしまったし、音楽なんかもね、それに準じて変わってしまったと。ということでですね、すいません、もう一つだけ付け加えると、私はね、そのストックハウゼンが今の日本人は、逆に言えばもう非常に老いてしまったということを、なんかほのめかすような雰囲気で言ってたわけですね、昔は素晴らしいね、もう鋭いものがあったのに老いてしまったために、いろんなものがね、こうダメになってくる、現代では、っていうことだというふうに理解したんですよ、でね、これはでもね、非常にきつい言葉だけども、本当そう思うんですね、で私もね、
そういうことで言うと、やっぱり昔の日本人というのは音楽でもね、はい、まあ、さっきお能って言いましたけど、お能もそうだし、はい、もちろんお茶もそうだし、うん、お子さんのね、お師匠さんっていうのかな、兼業っていうのかな、はい、優しい兼業みたいな、ね、の兼業のような人たちっていうのはいっぱいいたし、うん、で、みんな素晴らしいオリジナルな、はい、しかもクリエーションチームなものを作ってるわけですよね、うんうん、で、あの人たち今は古典として扱われてるけど、うん、でも古典だけどもやっぱり西洋と同じように、うん、それが原点になってるわけですよね、日本の音楽の、うんうん、だからね、西洋音楽もね、うん、まあ科学技術の方にこう移ってしまうとか、はい、変わってしまうんじゃない、なくて、やっぱり最後までその音楽の原点っていうものは、まあ、ご存じのようにベートーベン の、 シンフォニーにしたって、はい、今みたいに大人数でやってたわけじゃなくて、うん、ごく少人数でやってるから、ね、大人数でやると聞こえなくなるんだけども、うん、少人数でやれば十分聞こえるようなオーケストレーションも彼はやってたわけですよね、はいはい、だからね、やっぱりここで一つその音楽の原点っていうのをね、うん、もう一回考え直すっていうことがね、まあ、今回登場するような、プログラムに登場するような人たちにも、はい、ぜひそういうようなことをね、考えてもらいたいと思う、はい、でないと本当に音楽もこうだんだん下がってきてしまってね、うんうんということが起こりうるじゃないかと。そうですね、うん、いやもう今回今シュトゥルカウゼの話がございましたけれども、8月の22日の室内楽の演奏会でシュトゥルカウゼのクラングから15時間、これ24時間1日の24時間音楽にするということで24曲あるわけですけど、15時間目のオルボントンが22日の演奏会で演奏されて、同じ8月22日のその追加のエキストラっていうか、その、はみ出した時間に終わってから おかわりシュトゥルカウゼンっていう演奏会が完全入れ替え制で催される予定で、ここでは同じクラングの13時間目の宇宙の脈動が、まあ、演奏されるというか、これはまあ電子音楽なわけですけれど、これが演奏されるということで、シュトゥルカウゼンが今回の一柳先生のプロデューサーシリーズ2020で演奏されるというお話でございました。